running out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words you speak, 'cause we're scared of silence. 皆さんこんにちは、アツヤです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでですね、今日なんですけど、ちょっと緩めの動画を撮っていこうかなと思っております。ちょっとね、まだ動画撮ってる段階なんで、サムネがねどんな感じになってるかわかんないんですが、今日はねちょっともうあれこれと、植物のメンテナンス系であるとか、あとちょっとねご紹介したいサーキュレーター、なんかめちゃくちゃいいサーキュレーターやって見つけられたので、そのご紹介と、あたるか今ね1月なんですけど、1月の頭に五反田 BB があったので、その時にね購入させてもらった株をねご紹介しとこうというところの動画でございます。はい、ちょっと五反田 BB のね戦利品のところについては前回の動画のねアフタートークのところでちょっとね軽く小さいねワイプみたいなところで申し訳なかったんですけど、ちょっとご紹介させていただいたのをね、さっき思い出しまして、あ、これちょっとちゃんとご紹介しておいた方がいいなっていうところで、今日はねちょっとその辺の動画ギュッとね、まとめちゃうんですけど、動画ね撮っておこうかなと思っております。もしねちょっと本当におしゃべりメインになっちゃうかもしれないんですけど、お時間あったらぜひともね見てっていただければなというところでございます。はい、何からやっておこうかな。ちょっと土地にしちゃうとねこの辺汚れちゃうんで、先にちょっとサーキュレーターのご紹介からしていこうかな。はい、というわけでね早速行ってみましょう。シュッ。はい、というわけでね、まずね先にこちらのサーキュレーターの方からご紹介させていただきます。はい、これがね追い求めたサーキュレーターなんですよね。で、商品名の方がですね、アワンフィーさんのポータブルキャンピングファンウィズ、360度ローテーションと言われるね、サーキュレーターなんですけど、こちらがね非常に良かったです。植物をね育成していく上では、光もそうですし水もそうなんですけど、風もね重要なファクターとなっていると思います。で、その中ですね僕いろんなサーキュレーター試させてもらって、今数えてみたら8種類もこの部屋に、サーキュレーターがあることが分かりました。はい、それぐらいね僕の理想の、サーキュレーターにたどり着くのにちょっと時間かかっちゃったんですけど、僕が、このサーキュレー植物用のねサーキュレーターにちょっと求めたい機能が、大きく3つありまして、1つがですね、自動首振りすることっていうことと、2つ目が静音性がね高いっていうことで、3つ目がですねスマートホーム化できることとなっております。はい、実はねこのサーキュレーターそれ以外にもたくさん機能があるんで、ちょっとねそこも後ではご紹介するんですが、その3点にねフォーカスして、お話ししていくとですね、まず1つ目が自動首振り、できます。で、こちらはもちろんねこの状態もできるし、120度のね首振りもできるし、なんとですね360度もできちゃうんですよね。はい、でね、こちらね今電源つないでいない状態なんですけども、この状態であれば360度の状態でもですね、ぐるぐるとね風首振りして、風を送ることができます。ただこちらね USB-C のね、ケーブル挿せばね充電できるんですけど、これをつないだ状態だと360度首振りはできなくて、120度のね首振りでできるっていった感じになってます。全然120度でね十分なんですけどね。でも360度もね結構使えますよね。この部屋の真ん中に置いてねぐる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 って回せるみたいな、なんか今までそういうのなかったような気がするなっていうところが、結構気に入ってるポイントですね。で、2つ目の静音性のところですね。こちらに関してはですね、これちょっとわかるかな、キャンプの時にも使えるようなね、ものとして使われる、サーキュレーターなんで、このキャンプの中で、サーキュレーター回しつつ、寝ることもね視野に入れたような設計となっているかめかわかんないんですけど、結構静かなんですよ ね。ちょっと参考になるかわかんないんですけど、ちょっとねどれぐらいうるさいのかみたいなところをちょっと、マイク越しに聞いてもらおうかなと思います。で、ちょうどねここに、マイクあるんですよ。この辺なんで、これ持ってくと聞こえます。はい、これ今一番弱い状態ですね。で、これが次に強いモード。はい、で、これが一番強い状態ですね。ここまで来るとさすがにうるさいんですけど、とはいえねこの風量の風をねちょっと当てちゃダメですよね。
はい、で最後ですね、この最後の3つ目がかなりね、どのサーキュレーターでも、満たすことができなくて、さっきね8個も買った結果につながってるんですけど、こういうサーキュレーターを、まあ、スマートホーム化したい人って、まあ、いると思うんですよね。でそういう方々も同じ発想になると思うんですが、こういうサーキュレーターをスマートホーム化したいなと思った時って、多分スマートプラグでねやることが、頭に浮かぶと思うんですよ。まあ、このサーキュレーターの、ね、電源を、まあ、スマートプラグに挿して、まあ、スマートプラグを電源に挿すと。で、スマートプラグの、まあ、入り切りでね、こちらのサーキュレーターに電源を流す流さないといったところが、まああのね、そういったスマートホーム化を簡単にするための、まあ、手段の一つだと思うんですけど、まあ、大体のサーキュレーターがこの中にねバッテリーを積んじゃってるので、プラグ側で電源を入り切りしようが、まあ、構わず動き続けちゃうっていうね、ちょっとデメリットというかね、植物用サーキュレーターをスマートホーム化したい人たちにとってはちょっとデメリットと、ね、なっていたポイントだったと思います。はい、でこちらもバッテリー積んでおりますが、1個大きく違うのはこちら、赤外線リモコンで制御することができます。このね後ろのところに収納することができたりして、その赤外線リモコンでねできる制御としては、まずねあの風量を入れていくか入れてないかってところですね。ボタンをね、3回4回押していくと、まあその風のね強さを変えていくってことができるのと、あと自動首振りをね120度か360度かね、っていうので選ぶことができます。まあ、もちろんね電源がつながってると360度はできないっていうところはちょっと大事ですね。で、あとですね、こちら、LED のね、ライトもつけることができるんですよ。こんな感じですね。まあ、最初ね、ちょっと笑っちゃったんですけど、あ、結構光るやんっていう感じなんですよね。これね、意外と、部屋がね、暗い状態で、この電池つけると、いい感じの雰囲気だったりするので、案外バカにできないなと、個人的には思ってます。で、最後にタイマーの機能ですね。はい、この4つの機能がリモコン経由ですることができますが、まあね、もうお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、その赤外線リモコンをスイッチボットさんのスイッチボットハブミニですね、それにね登録してあげると、このねサーキュレーターをスマートホーム化してね、組み込むことができるっていったものになっております。まあ、これがね、なかなか僕が発想できなくて、まあその結果ね8個もねサーキュレーター買っちゃったね、結果となっているかですね。で、まあ実際ね、僕がどんな感じでやってるかっていうのをちょっとお見せしようかなと思うんですけど、はい。で、今、スイッチボットのね、画面を映させてもらってると思います。はい。でね、まあ僕、いろんなものをスイッチボットハブミニに登録してたりするので、ちょっといっぱい出てて申し訳ないんですけど、今ね、この書斎ってところにあるこのライトファンってやつですね。今回のサーキュレーターをこのライトファンって名前で登録しております。で、ポチッと押すと、まあね、全部でね、10パターンのね、登録をしております。まあ、実際にもねやりながらご説明すると、左上のね風っていうボタンを押すと、まあ、こんな感じでね、サーキュレーターが回り出してくれるっていった形になっていて、まあ、何回か押すとね、風量をね上げていくことができたり、まあ、最終的にね、風量を抑えたりするみたいなこともできるような感じになっております。で、まあその右に行っていくと、まあ、電源っていうのを押すと、まあ、このねサーキュレーターを止めることができたりとか、この1個右にあるライトってやつは、まあ、読んで字のごとくですけど、こうやって光らせることができたり。で、120度、360度はですね、先ほどお話した通りですね、首振りをね、させることができるっていった形になっております。で、この首振りもいいなと思った時には、この回転止めってやつをやると、まあ、首振りをね、止めてあげたりとかできたりします。下のね、時間のボタンのところは、まあ、30分経ったら止めるとか、1時間経ったら止めるとか、そういったものになっております。はい、こんな感じでねスマートホーム化できるので、この時間からこの時間は、まあ、サーキュレーター回さないだとか、まあ、ちょっとやんないと思いますけど、夜の間はねライトもつけつつねサーキュレーターを回しちゃったりなんかね、そんな制御もできるっていったものになっております。はい、これね画期的だなと思いました。はい、でこのスマートホームでね登録するときの、まあ、注意点としては、あのリモコンっていうところでカスタムとしてね登録してあげないといけないので、まあ、そこだけねもしねあのやりたい方はですねちょっと注意していただければなっていうところになっております。それ以外にもねこのサーキュレーターかなり機能がいっぱい積まれてまして、先ほどねちょっとバッテリー積まれてるってお話したと思います。でこのバッテリーがねまたすごいんですよね。1万ミリアンペアもですねこの中に入ってまして、それこそね iPhone とかで言うと、まあ、3台分とかねそれぐらいの、充電をすることができる、ライトになっております。で今なんで iPhone のね充電回数でね、ちょっとお話したのかってとこなんですけど、こちらね充電できるっぽいんですよね。はい、実際やってみますか。まあ、ぶっちゃけね、まあ、このサーキュレーターから充電する必要って、まあ、この家の中にいるときはね必要ないのでやっ
ったことないんですけど多分できるんだよなこれ、はい、で裏にねこう USB-C のポートとここに USB-A のポートがあると思います。でこっちがねこのサーキュレーター自身を充電する方なんですけど、こっちから出力できるみたいなんですよね。おできたできますね、はい。まあ、ちょっとねキャンプでね利用することを想定しているので、こういったねモバイルバッテリー機能もね持たせているっていったところだと思うんですけど、まあいいや、ちょうどね 11% しか電池ないのでこのまま充電しながらお話しますが、そういったねバッテリーの機能っていったところも結構強いっていったところになっております。このね真ん中の方にね、アロマをね、つけることができたりとか、あとお手入れもね結構簡単にできるみたいで、ここをねパカッと外して、水洗いできるみたいなこともできるみたいです、はい。でこういうねサーキュレーターのねお話になると、だいたいキーナイスさんのね、サーキュレーターが出てくると思うんですけど、まあ、キーナイスさんのね定価、サーキュレーターの定価が、まあ、3908円ですというところで、それに対してですね、こちらのサーキュレーターなんとですね3908円ですねで売られてるんですよ。でしかもですねこれちゃんとセールにもかかる商品になっていて、僕が買った時確かね3500円とかそれぐらいの金額で売ってました。なので安いと言われてるねキーナイさんと、まあ、同額といってもね、過言ではない、ものなのにもかかわらず、静音性であるとか、まあ、首振りがついていたりとか、それに加えてねスマートフォームとしてね組み込むこともできるっていったようなね、僕にとって理想のサーキュレーターに出会ってしまったって感じになってますよね、はい。まあ、ちょっとね充電機能まではちょっといらないかなと思うんですけど、まあ、こちらね多分ね探してる方他にもいると思うんですよね、多分ね月末のね買ってよかったものとかでもご紹介しちゃうと思うんですけど、まあ、先行してねこちらご紹介しておいた方が多分幸せな人多いかもなっていうところで、先にご紹介させていただきました。はいはい。でね、こちらねよろしければね概要欄にねリンクも貼っておきますので、ぜひともねポチってみるとか、詳細見てみるとかしてみてください。はい。はい、というわけでね続けてなんですけど、五反田 BB でね購入させていただいたもの3つあるので、それちょっとご紹介していこうかなと思っております。まあねなかなかねいい買い物できたんじゃないかななんてちょっと自負しております。はい、というわけでね五反田 BB でね購入させていただいたもの、最初1個目がこちらですね。はい、アガベですね。でこちらはアガベのジャガーノートになってます。はい。で購入させてもらった場所がね、長さんの場所になってますね。いつもねちょっとこういうね高級めなねネームドのアガベを、まあ、かなり格安でね売ってくれている、物産で購入させてもらってます。はい。まあねこちらのジャガーノートなんですけど、こちらのねジャガーノートね、かなりお安く手に入れたんですけども、こちらなんと純潔のねジャガーノートになってるんですね。はい。まあ純潔のねジャガーノートというところで、まあやっぱりねこの刃のムチムチ加減みたいなところはやっぱすごくてですね、僕他にも純潔じゃないハイブリッドの方もね持ってるんですが、やっぱちょっと違いますね。ハイブリッド出しますか。でこれがね、ハイブリッドのねジャガーノートなんですけど、サイズ感がねちょっと違うんで、ちょっと比較はねちょっとあれかもしれないんですけど、こっちがねプラネットロックプランツさんのねイベントの時に購入させてもらったね、ジャガーノートのハイブリッドなんですけど、まあ、これもねかっこいいですよね。かっこいいんですけど、やっぱね純潔のと違うっていうところもあるのかもしれないんですけど、まあ、若干のねこう刃の長さみたいなところであったりとか、まあ、ちょっとムチムチさみたいなところはねもうちょっとあってもいいかななんて思うんですよね。とはいえね、まあかっこよさってところは、いやまあ別にこれはこれでかっこいいなと思うので、いいかなと思うんですが、やっぱねこっちのね純潔の方ね、この絵なんで何とも言えないところはあるんですが、まあねやっぱ純潔のジャガーノートってねアガベをね持ってる人からするとね、まあ憧れのね品種だったりすると思うので、まあなんとね僕が今回やっと手に入れたぞっていう感じの、ジャガーノートになってますね。で調査のねインスタグラムの方はね概要欄にも貼っとこうかなと思うんですけど、事前にねインスタグラムでこの時間にこれ売りますよみたいなのがあるので、そのインスタグラムのね投稿を見ていくのがいいのかななんていうふうに最近ちょっと思ってます。というわけでね、まあ、1つ目がねこちらの、純潔のジャガーノートになっております。はい。で次がねこちらですね、ハオルチャのロックウッディになってます。はい。こちらねロックウッディ超憧れでした。これねなかなか売ってないですよね。なんかねこのロックウッディね他にも探してる方が結構いらっしゃったっぽくて、ロックウッディ迷子がねいろんな方がいる中でね、なんとかこちらお迎えすることができました。はい。
でこちら購入させていただいたのがね、あの多分ブランカクタスさんのブースだと思うんですけど、ちょっとズレがあって、僕が勘違いしてたらごめんなさい、そこでねなんとかお迎えすることができました。まあ、ちょっとねこれがロックウッディらしさっていうところで言うと、まあ、半分ぐらいかなって感じなんですけど、まあ、もうちょっと大きくなってくるとね、こうもうちょっとまん丸みたいな感じになって、かつねこの葉っぱのところが今ちょっと緑っぽいですけど、白みがかってって、まあ、まるで玉ねぎみたいなね、見た目になっていくという感じになってます。まあ、そしたらね最初から玉ねぎでも植えとけって感じで思うかもしれないんですけど、まあ、このね、何とも言えない魅力みたいなところに、ずっと惹かれていて、今回ね初めて購入できたっていう感じになっております。でひょっとしたらね、あの声かけた方がね今見てくださってるかもしれませんが、当日ねいらっしゃった方にこのロックって言ってたんですけどどう思いますみたいな、まあ、決してね、すごい安いものでもなかったので、ちょっとねいろんな方に相談をしながらね、どうしようかなどうしようかなって言って、ぐる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 回ってって、次会ったら買おうとか、次ぐるぐる回ってたらなくなっちゃって、僕も諦めがつくんじゃないかみたいなね、そういう気持ちとかをぐる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 しながらね持っていたんですけど、なんかねこのロックウッディ君はどうやら僕に、迎え入れてほしいと持ってくださってたみたいでね、ずっと、僕を待っていてくれていて、まあ、それをね、僕ちょっと察しまして、お迎えする形を取らせていただきました。はい、ロックっていいですよね。はい、まあね先ほども言った通りまだまだねちょっとちっちゃい状態で、このね葉の詰まり具合もねもうちょっと欲しいなって感じなんですけど、まあねこれからねちょっと大きくしていって、もうちょっとね可愛い姿にしていきたいなと思ってます。はい、はい、続けてねこちらですね。はい、漢方玉ですね。はい、まあ、大人の株になってくるとねもうめちゃめちゃ高い株ということでね有名かもしれませんが、お迎えさせていただきました。はい、こちらね X プランツさんでね、販売されていらっしゃったのを、まあ、お迎えさせていただいた形になっております。で僕のね手のひらでもねちょっと小さいというか、まあ、大体同じというかそれぐらいのサイズ感なんですけど、完成されてるというか大人の株に負けてないようなね感じの見た目になってるかと思います。まあ大人の株になってくるとねもうもっとぶっくりしてね、それはもうねあのどっしりとしたね、面構えになってくるんですけど、まあ、このね、この間の状態も十分かっこいいし、まあ、その将来性っていったところもあるし、 X プランさんがねとてもね破格で売っていらっしゃったのもあってですね、ちょっと購入させていただきました。なんならこれがね一番最初に買おうって決めたものになってますね。僕のチャンネルね見てくださってる方はねもうくどくて申し訳ないんですけど、僕ねあの灌木系のね植物が大好きなんですよね。まあ出してみましたけどね、こちらねパッコムスディスカラーのね象の木だったりとか、こちらねコミファラのワイティとかね、他にもねフォークエラーのファシクラータとかコミファラのねモンストローサとかね、たくさん持っていたりするんですけども、まあ、僕のね灌木コレクションにねまた一つ加わってまいりました。この子はねとっても元気そうなね植物だったっていうのもあったり、あとねエクスプランツの社長さんにもね、これはねあのハイポネックスの、微粉をね溶かした、希釈液をドバドバかけていくとすごい太っていくよみたいなねコツもお伺いすることができたので、まあね、まあ大丈夫だろうというところでね、お迎えさせていただいたものになっております。はい、これ今ね、モニターでね、見ながらね、これ撮影させてもらってますけど、いいなこれ。かっこいい。あ、こっち来ちゃった、こっち来ちゃった、こっちだな、こっちこっちこっち。上、か、上。はい、というわけでね、ちょっと興奮がね、若干だだ漏れちゃったかもしれないんですけども、3つ目ですね、購入させてもらったもの、フォークエアコルムナス漢方玉でした。はい。でね、ごたなびビーのね、購入品見てもらったんですけど、まあ続けてね、あれこれ申し訳ございませんが、ちょっとね、見てほしいのあるんですよね。はい。こちらなんですけど、こちらね、アガベのチタノタの、まあ、ヒメゲンリュウになってますね。はい。もともとね、結構大きな1個のね、ヒメゲンリュウだったんですけど、まあ胴切りしてね、吹いた小株、3つをね、このまま大きくしてるっていう感じになっております。はい。まあね、3つと言ったんですけど、まあ、こことかね、1個もうすでにいるんですよね。まあ、とはいえね、ちょっとまだちっちゃいからね、ちょっと今、このまま育成してるんですけど、実はね、こちら、前にもね、ご紹介したことあるんですけど、なんだろう、ちょっとわかるかな、これね、ちょっとね、歪んでるんですよ。はい、上から見るとね、ちょっとよくわかるんですが、ちょっとね、ここにね、なんかいません?はい。多分ね、ここにね、まあ、ランナーっていうんですかね、根っこの方からね、新しく小株が出てきちゃってまして、こいつがですね、このプレステラを歪めて、大きくなろうとしてるんですよね。はい。
ちょっとねこれ分かりにくいかもしれないんですけど、すごいんですよこれが。でもともとちょっと地中にいた関係で、このね歯がね真っ白だったんで、これトノマを取ったら死んじゃうかなっていったところでちょっと控えていたんですが、徐々にね光を当てていくことで、その白い葉っぱもね、光合成できるように緑になっていくよっていうね、どっかブログかなとかを見たんですよ。なんで、徐々に光を当てていったら、まあちょっと見にくいかもしれませんが、ちょっとね緑色になってきてくれたんで、ちょっとねこのままだとこいつがかわいそすぎるので、今日はねちょっとこちらを抜いていこうかなというところになっております。はい、じゃあねちょっと早速やっていこうかなと思います。はい、いやーこれね、ちょっとねこれのこの株の怖いところね、今ねせっかくくっつけてね育ててる姫源流なんでね、こちら取っちゃわないようにねしないといけないなって感じなんですよね。うわすごちょっとね見てもらうと分かるんですけど、もうこのプレステラに沿ってねこの葉っぱがうにょーんって曲がってますねこれね。いやかわいそう。でも多分ねこれあれなんですよね、根っこもねランナーから出てるから自分の根っこ持ってると思うんですよね。なんで、ちょっと抜き抜きしてきます。でちょっとねその小株引っこ抜いてみて、まあ取る感じですかね、ちょっとちぎって、独立させてあげようと、そういう作戦ですね。はい、ね、このプレステラだとこういう風にねウニウニできるから抜きやすいですね。今日はねちょっとこんな感じでね、ちょっとゆるい感じの動画になっちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとね今週ね本業の方がなかなか忙しくてですね、ちょっとねあんまり凝った動画が撮れないなっていったところで、若干苦肉の策でこういう動画を撮っております。どうだこれ、おいけそう、いけるかな、お来たー、来た来た来た、聞いたー、一回君は出ててねと、よいしょ。で問題のブツがどうなってるか見ていきましょう。わお、はい、いました、これですね。はい、あれみたい、月刊中世ヤスさんのアンチェインみたいになってますねこれね、アンチェイン上がるみたいなのができたんですけど、まあ、結果なちょっと行きます行きます、よいしょよいしょ、ひねってひねって、あ、来た、一応ね、あるぞ、よし、でね、一応ね、ここにも小株がね、ちっちゃいのいるんですけど、これはね、どうしようかな、取る？これじゃね、形悪くなっちゃいそうなんだよな、あれ、これ根っこくっついてるっぽいから取っちゃおうか、取ってみようかな。これでもしね根っこなしだったらちょっとこのサイズだと発根厳しいかもだけど、よっ、お、あ、よし、きたー、根っこ生えてるー。はい、もうすでにねこんな感じでね、根っこ生えてましたね、生えてたんでね、これは取って正解だな、形も悪くなっちゃうし。はい、はい、というわけでですね、今回ねバタバタとした動画で申し訳なかったんですけども、いろいろやってきました。はい、まあねサーキュレーターご紹介して、ゴタナ BB のね購入品であるとかっていうのをご紹介させていただいて、挙句の果てにはねこの姫源流のね、小株を救出するというね、この動画のタイトルどうしたらいいんだろうってね、もう今撮ってる段階から悩んでいる、動画を撮らせていただきました。はい、まあね、たまにはこんなことがあってもいいんじゃないでしょうか。まあね、ちょっと一つ一つはね、ちょっとたえもない内容だったかもしれないんですけど、まあね、姫源流はね、こんな感じでね、アンチェインアガベがね、手に入ってしまったりとか、まあ、五反田 BB の方もね、まあ、我ながらいい買い物できたなって思ったりとか、あとこのサーキュレーターね、本当いいなと思ってます。はい。本当ね、これ、そんなにね、なんかこう、腰を入れてね、探そうみたいなタイミングで探したもんじゃなくて、
あれこれひょっとしたらいいのかなみたいな、あのおすすめというかね、いくつか出ていった中で、まあ、ちょっと買ってみっかみたいな感じで、ちょっと買ってみたらすごい良かったっていうね、ものだったので、まあ本当ね、あのどれもあの一押しのね、コンテンツをちょっとギュッと報告させていただいた感じになっております。まあね、本当にね、ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。はい、というわけでね、ちょっと動画終わっていこうと思います。というわけでね、こんな感じでこのチャンネルベストレジャーでは、僕の最高の暇な時間を捻出したり過ごしたりするための、僕が大好きなんですね、こういう植物とか、時々ねガジェットなんかもご紹介してるチャンネルです。この動画もしですね、少しも面白かったよとか参考になったよって方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ベストレジャーのアーツでした。バイバーイ。はい、というわけでですね、こんな感じですね、アフタートーク撮っていこうと思います。はい、僕がね、片付けながら、ちょっとね、アフタートークというか、まあベラベラね、おしゃべりしていくっていう、何の面白みのないコンテンツとなっております。はい、あ、そう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 、まあちょっとね、アフタートークで言うのもあれだけども、あのちょっとね、こんな真冬にね、小株もぎったりとか、ちょっとしちゃいましたけど、本当はね、冬とかじゃなくて、あったかい季節にね、やるのがベターなね、メンテナンスだったと思うので、まあちょっとね、もし家でね、同じようなことやろうかなと思った際は、ちょっと家の環境とかをね、ちょっと整えた上でね、やっていただいた方がいいのかななんて思ったりもしている感じですね。これはつくよみコーナーですな。あ、終わった終わった。はい、そうそう、最近ね、ちょっとね、あれなんですよ、ちょっと SNS かな、インスタグラムの方とか、あとツイッターに上げたらですね、結構好評だったんで、小さいワイプながら申し訳ないんですけど、こちらね、ケラリアピグマエアね、ちょっとアップしたらみんなにいいねいいねってね、よく言ってくれたんで、ちょっと今ちょっと軽く小自慢しちゃうんですけど、このピグマエアがね、すごい最近元気なんですよ。この辺とかかな、この辺とか見るとハートですよね、このハートの葉っぱが可愛いみたいなね、感じの、状態の、ピグマエがね、まあ元気なんですよ。非常にね、こう丸葉が多くて、ね、これもね、あのさっきの漢方薬買った X プラスのところでね、五反田 BB で購入させていただいたんですけど、本当ね、五反田 BB はいいイベントですね。まあ、この動画のね、公開時期がまあよく、運が良ければね、運が良ければってなんだ、あの金曜日だと思うんですけど、その翌日にね、五反田、五反田じゃないのか、新宿 BB みたいなね、新宿の三角広場、三角ビルのね、真ん中でやられるプレミアムバザールっていうね、イベントがあるみたいなんで、まあ、そこもね、非常に楽しみなんですけど、まあ、普段ね、仲良くさせていただいている方も SPC さんっていうね、ところで、ブースを持たれたりとかするみたいでね、すごい楽しみなイベントだったりします。で、僕ね、ちょっと生意気ながらもちょっと新宿からね、近いところが実家だったりするので、そこでね、ちょっとお坊ちゃんなんか連れてってね、ちょっとジジババにね、ちょっと来てもらって、まあ、ちょっとね、プレミアムバザール入場無料だったりもするので、まあなんかちょっと見つつ、まあね、参戦しようかなって思ったりしてます。まあ多分すぐ飽きちゃうと思うので、まあ3人かなとかには、まあ新宿をね、駆けずり回ってもらうみたいな感じして回ろうかなと思うんですけど、まあ、もしね、会場で、お見かけくださった方はね、まあひょっとしたらね、チビベストレジャーが見れるかもしれないので、まあよかったら遊んでやってください。はい、というわけで、ね、そろそろ終わっていこうかなと思います。はい、ぜひね、お体気をつけてください。バイバイ。